SNS ライトチョイス、今回はですねこのピアさんから出ていますエクセルクール、クーラーボックスですね、6500円で、ね、売ってたんで速攻買いしました。今回ねどのぐらいの機能でどのぐらいの容量入ったりっていうのをね確認してお伝えしようと思います。それでは、はい、仕様はですねこんな感じになります。もうねクーラーボックスですね、保冷しかできません。24リッターでね結構大きめの容量です。このペルチェ式、今図出ましたけど、電源を通すと、暑いのと冷える機能ができるみたいですね。今回は冷えるタイプだけになります。はい、エクセルクールのですね容量は24リッター、 500ml のペットボトルで20本入ります。2リッターだと6本ですね。まあ十分じゃないでしょうかね。はい、あとですね気に入ったのがこれです。蓋がね取れます。私ね冷やしながら氷も入れて、溶けた水を排出するときにこのね蓋が取れるのが便利だと思います。はい、早速使ってみましょう。私ね黒に塗っちゃっております。はい、表面温度が熱いんですけど54度になっちゃってます。まあしかし本当暑いですね。車の中も本当暑いしですし、今これね電源入れてないで庫内の中がもう29度、30度ぐらいになっちゃってますね。お水もぬるま湯になっております。はい、あとですね電源はこのジャックリポータブル電源でシガソケットに入れて使います。消費電力は 53W です。はい、じゃあそれではスタートをしてみます。はい、スタートです。はい、あっという間に30分ぐらい経過しましたね。まあどのぐらい冷えてるかあまり期待してないんですが、あとここですねペルチェの、あったかい空気がここから出ちゃうんですね。測ってみると26度です。これね車の中で使うとこの空気がね温まっちゃうんですね、室内で。ちょっとこれが難点ですよね。はい、じゃあ中はいかがでしょうか。ちょっとずらして開けてみましたよ。はい、早速測ってみました。どうでしょう、23度ですね。まあ多少下がったって感じですよね。まあちょっとひんやりまではしてませんが、このねペルチェの冷たいところの空気出るところは結構冷え冷えになっております。まあどのぐらい冷えてるかの思いますと17度ですね。まあこのぐらいでしかいかないと思うんですけどね。もうねずっと 52W ですね。この下の 52W っていうところが、消費電力です。結構ねバッテリー使っちゃいそうですね。はい、私はね先ほども言いましたが、氷を入れて使います。まあ買い物行くとねどのスーパーでもね氷無料でもらえるんで、ここにねぶち込んで氷で冷やして、あとなおかつ、ペルチェ式で冷やして電源を切ったりしていますかね。はい、あとね今回購入した食材とかを入れて1泊2日のねちょっとね、車中泊に行ってきたんですね。はい、食材を入れて40分ぐらい経ちました。中ちょっとね温度測ってみましょう。15度ですね。まあこのぐらいかななんて思いますね。はい、今回ね、ピアさんから出ているエクセルクール、使ってみましたね。極論ですね、クーラーボックスです。はい、ペルチェ式のね電源結構ね、バッテリーも食うので私はつけたり、切ったりしてたんですが、最終的にはですね氷を入れて、クーラーボックスで使用しております。まあね24リッター入るんで、普通のねクーラーボックス24リッター以上だと結構値段しますんでね、これはねたまに冷やそうと思えば電源も使えるんで、これは納得した商品かなと思いますね。はい、まあねどんな風に皆さんに伝わったか分かりませんが、あくまでもこれ私の意見なんでね、よろしくお願いします。はい、これねシャンプル映像なんですけども、あとねコンプレッサー式っていうのもありまして、コンプレッサー式はね本当冷蔵庫ですね。もうねマイナス22度までね設定できたり温まったりもできますので、もうねアイスクリームが食べたいとかっていう人はねこういうのを使ってもいいんじゃないでしょうかね。
ある程度のね容量になりますと結構ないい値段になりますけども、これは便利だと思います。人それぞれのね選び方もありますので、これがいいよってねこれだっていうのはありませんが、自分に合ったのをチョイスして車中泊とかね、この夏楽しく過ごしてください。それではね、またチョイスしたらお会いしましょう。それではまた、さようなら、バイバイ。